一杯渡ったアメリカ合衆国の騎手、スティーブ公然の影響を受け、アメリカ式の腰を低くする騎乗スタイルを身につけた。1991年に、年間100勝を挙げるとともにジェネラスに騎乗して、ダービーステークス及びキング・ジョージ6世クイーン・エリザベス・ダイヤモンド・ステークスを優勝した。その後は、勝利数が落ち込むなど成績が低迷、香港に、 本拠地を移したが、低迷は続き一時騎手への情熱を失って休業し、マーシャルアーツの修行に打ち込んだ。2005年に騎手に復帰。同年60勝を挙げると、翌2006年には、アラーファに起場して、アイリッシュ2000ギニーを呼び、セントジェームズパレスステークスを優勝した。しかし、同年8月に飛行機に登場して移動中に、痙攣を発症。これが、 アランが過去に起こしたことのあった転換の発作であると一度は判断され、1年間を加減とする気状停止処分を受けた。その後2007年12月にイギリスで医療審査を受けけれんは転換ではなく低血圧によるものと認定され、処分は解除され、翌2008年春に復帰した。1994年。 1995年及び1999年には JRA の短期機種免許を利用して日本で起乗し1994年に不中品バステークスを優勝した経験がある2009年のマイルチャンピオンシップでエバズリクエストに起乗するために来日10年ぶりに中央競馬で起乗した2010年特別区競馬組合は 地方競馬の短期免許が発行できれば10月から3ヶ月間、南関東公営競馬で、松浦博之旧社所属の形で起乗すると発表し、この年より、日本での舞台を JRA から NA、A、に変えて起乗していた。なお期間中の勝負服は同赤右矢を出すき、袖治郎を使用同年10月9日、 第11回大井競馬6日目第6競争 C14 位組5組条件戦をミラクルエースで優勝し短期機種免許取得後30戦目で初勝利を挙げた2011年も同様に地方競馬の短期免許を受けて3ヶ月間南関東公営競馬で宮浦正幸級者所属の形で起場している十一月二日マイルグランプリを僕に帰乗して優勝し 地方重症初優勝。2012年からは、機場の傍ら国際馬事学校特別講師を務め、更新の育成に当たっている。2019年2月1日から5月31日まで、韓国ソウル競馬場で、期間限定機場を行っている。ありがとうございます。